そんなわけで昨日、まあ、大体丸一日、うん、初タンデム走行しましたが、うん、私の中では結構昨日の最終的なシチュエーションは今までの自分の経験上結構ワーストに入る感じの過酷なツーリングで、うん、というのも、まあ、ちょっと暗くなるまで走っちゃったのと、かつ、雨というか霧雨だったんですよね、うん、だから、まあ、視界不良だしスピードも出せないし、あとちょっとしたこうワインディングというか狭い道に入ってって路側線の白い線とかも見えなくなっちゃって、お走らなきゃいけないってちょっと修行みたいなツーリングにもなってしまったんですけど、うん、とはいえ、初タンデム、しかも免許がない普段バイクももちろん乗ってなくて、うん、後ろも乗ったことがない人の感想を聞きたいなと、うん、いかがでしたか。まあとにかく最初は緊張したのは事実だけど、緊張って何に対して。やっぱバイクってどんな乗り物なんだろうから始まって、まあ確かに落っこったら嫌だなとかねそれはやっぱり想像しちゃうんだけど、でもマルチリチーノって思ったのは、まあ生意気なことというか偉そうなことは言えないんだけど、力抜いておとなしくしてたら意外と安定した乗り物、なんかなんていうの、まあライダーの腕にもあるのかどうかは知らないけど、安全な乗り物、うん、気持ちいい乗り物、うん、を痛感したのかな、うんうん、だから怖いなって思ったことはそんなになかったな。そんなになかったということはちょっとあったコーナーリングちょっと攻めるよって言われた時はちょっと怖かったねやっぱり寝かされるとえっては思うな。あ、うん、まあただやっぱそれも自分も力抜いてシュッと楽しめれば怖くないんだろうけど、うん、まだそこまではそのレベルには行ってないのかな。そうで、そう今攻めるよって言われたっていうのが何で分かってるかっていうと今回ヘルメットにビーコムっていう、インカムをつけて、でそう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 、うん、すげえよな喋りながらね、うん、ヘルメットの中にヘッドホンが入っていてマイクも装着して、うん、で Bluetooth でつながってるという、だからずっと喋りながらね、うん、今回そうだな、ずっと。それはね、なんか私も実はタンデムで後ろに乗せてこんなに長い間走るのは、うん、生まれて初めてですね。うん、タンデム自体は何度もあるけど免許ない人を乗せるなんて初めてだし、うん、だいたいバイク乗ってる人が自分が運転してる男性ライダーが後ろに乗る場合が多いので、うん、まあ、怖い怖い言いながら乗るみたいな。でも普段乗ってるからまあわりかし、普通に後ろに乗るんだけど、うん、で今回本当初めてだからこういろいろ、危ないシチュエーションとか次こうするよとか、まあ、言いながらやった方がいいかなと思ってそのビーコンも用意して、うん、大正解でしたね。素晴らしいな今はそういう時代なのね本当に。いや本当でもこの数年の話で、うん、だってでも何百キロも走ったのに、そう、まあでも霧だのなんだのはあったけど、でも無事目的地にも着いてるし、うんうん、あっという間に着いたもんね本当、うん、あっという間にいろいろ話しながら、それこそ世間話しながら、世間話もした、そうそう、退屈もしないし、そうそう、うん、さっきその攻めるよって話も、いや峠に入ったからわーい攻めるよとかじゃなくて、もうちょっと行ってもいいかなみたいな感じでそしたらなんかしのごの言われたんでやめたんですけどいや攻めなくていいんだよゆっくり走ればそうで、自分でもなんか私の感想を言わせてもらうと、うん、やっぱりそのなんだろうな、例えばその四輪車の二種免を取るときに、ね、よく言うのがタクシーとか、うん、コップに
たくさん水を張って、ダッシュボードに置いてそれをこぼさないような走り運転を心がけるみたいな、ロンパールームみたいだな。え、何？いや知らないの。頭にカゴ乗っけて落とさないように歩くんだよ。ロンパールーム？うん。え？知らない？ケロンパのロンパールーム。ケロンパの、うん。それでそういうコーナーがあるんだよ。知らない。カゴカゴカゴっていう歌が。知らない、知らない。知らねえのかよ。ちょっともう一回本気出して歌ってもらえませんか。いや、もういい。綺麗な、なんとかと汚いなんとかっていう。まあいいや、それ、うん、今のはもういい、脱線した。あ、そうなの、なんだっけ、何の話したっけ。そう、私の感想なんですけど、その、うん、まあ、要は発進加速、減速 G をかけない運転っていうのがやっぱりその同乗者に対するこう優しい運転っていうこと で、うん、でオートバイもそう で特に私は今回 GPZ900R っていう、うん、まあ、大きくてしかも古いバイクでサスペンションの動きもまあ結構大きいんですよね、あれはね。大きいね、大きい。そう、まあ、フロントフォークちょっとやっこすぎるかな。なので、乗ったことない人だと特に減速 G の時がもう体重がぐわっと前に行っちゃう、うん、でそれを一応まあレクチャーというか、あのもう後ろでグラブバーかな、なんか掴んで自分の体重支えてねと言うんだけど、それでもやっぱり対応しきれないことが多くなるので、やっぱ自分もものすごくそこはそーっと止まるように心がけて、うん、しかも止まった先、信号待ちもそうだし、うん、なんか止まって足ついて安定して止まれるかっていうと、私は足も短いしバイクもでかいし、うん、して荷物もすごく積んでて、でそのシチュエーションでタンデムで、しかもタンデマーさんが、免許のない初心者でっていうことで、うん、本当にそこはね気使って止まりましたね。いやー、だから俺は走ってる時よりも信号待ちとかで止まってる時の方が辛い。そう、止まってる時に動くんじゃねえとか怒鳴られるからな。そんなこと言ってない、そんなこと言ってない、そんなこと言ってない。あの、動いてねえのに動くんじゃねえって。そんなこと言ってないよ。そんなこと言ってない。言っただろ。言って、そういう言い方はしてない。いや、でもあれはちょっと忘れちゃう。いやいやいや、ちょっともぞもぞしてもグラグラしちゃうもんな。いや、本当の少しの体重異常だけで、うん、ちょっとバイクがグラッとなったりして、うん、私の場合は両足、まあ二人乗りだったらとりあえずつくけど、でもつい両足ついてるからってじゃあ支えられるかっていうとそういう話じゃないので。重いもんね。できるだけ片足と前輪後輪の3点支持でやるわけなんですけど、うん、そうするとその左なら左側しか支えられないって話 で、うん、でそれが右側にぐらってきたらもううわってなっちゃうみたいな、うん、でその時にあのじっとしててじっとしててとは言ったけど、うん、動くんじゃねえとは言ってません。そうだっけ。いや、とにかくそこ忘れちゃうっていうのもあるし、難しいね。ほんのちょっとでもぐらってきちゃうからな。きちゃうね、うん、意外と、まあ、重心高すぎなんですよ。まあそうなんだけどね、あなた。もう周りの目がすさまじいもんな。そうそう、だから、まあ、何度も言うように身長差が25センチぐらいあって、で忍者のシートリアシートって一段高くなってて、うん、あと荷物積んでる構造上お尻が痛い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 って騒ぐので。痛すぎるよ。普通にシートの上だったら多分痛くないけど、サイドバックのね、うん、あのつなげる連結のやつがあったりしたから、でそれでテントの中に引く、マットを急遽、うん、大座部にして、うん、なので普通多分何センチぐらいかな、 3,4 センチはきっと上がってるかな、ね、うん、なので、後ろ振り返っても、いないんですよ。で、なんか空を見上げたらいるみたいな、後ろ。どの高さにいるみたいな。もうすれ違うライダーや、まあ、自動車の運転手たちみんな見てたな。俺たちのことを目まん丸くしてな。なんで後ろがでかいかっていう、うん、お前が運転するんじゃないのかいっていう顔したよ。あの乗り込む時のね、そうのパーキングエリアで、ね、ちょうど2台 の、 あのバイク2台のカップルさんが来た時に、うん、ちょうど我々出る時に。
ね、私は運転、俺が颯爽と後ろの席に乗り込んだからな。まあちょっとだいぶ珍しいパターン。いろんな人に声かけられたもんな。どうですか今回のツーリングは。いや最高っすよと俺答えるんだけど、乗り込むときは後ろの席なんだよな。そうそう、 そうなんかね、あのどっかに泊まっているとなんか誰かに話しかけられるんですよね、うん、でだけどあの男女で2人でいてバイク1台だから、うん、当然みんなの判断は男の人が運転すると。みたい な, なのでその男性に向かって声をかけてくるっていう、うん、私に対しては一切声をかけてこない。私は運転手なのにとか思いながら。だよな。どこ行くんですかとか、どこ走ってきたんですかとか、いろいろ聞かれてたよね。聞かれてたよ。で、って感じ。うん、なかなか、やってよ、こうね。じゃちょっと細かくもういろいろ感想を聞かせてもらおうと思うんですけど、うんまあ、海岸線のワインディングというか初め、うんうんうん、ちょっと梅っぺりを走ったり高速道路走ったり、うんまあ、市街地走ったりってことで、まあ、信号ないところは基本的に快適でしたね。そうね、うん、なんだろう、スピード高速道路とかスピードが乗ってる時って楽なんだね、かえって。なんて言うんだろ う, そ う, そ う, そうほら乗り方も教えてもらったから、乗り方前にほらタンクで腕で支えなさいって教えてもらってから、はいはい、はい、あなんだこうやったら楽なんだって。そう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 、前傾姿勢にもなるしね。そう、うん、頭が一個上に出てるので、そうそうそう、風もろ受けて、そう、それが風がちょっと怖いな。あ、うん、途中ちょっとね横風が少し出て、うん、多分風速5メートルぐらいかな。そうだから直立不動じゃないけど、うん、体を起こしてると後ろにビューンと持ってかれそうで、で運転してる方もやっぱりちょっとこう、うん、のけぞられてる感じがあって、で背中に何もないみたいな感触ってちょっと実は怖くて、うん、であと風であの後ろが振られる感覚が、そうだろうね、なので風受けちゃうもんね。やっぱり高速道路なんか特にちょっとこう前にひっついててもらった方が安心して運転できるかな、うん、でも高速道路なんか本当気持ちよかったね。最高だったな。良かったですね、あの景色も素晴らしかったし。そうそうそう、高速道路ってなんかあの一段高いところに作らなきゃいけないらしくて、でそれが北海道だとこうより景色がねずっと眺められるから、うん、山があったり牧場が見えたり。東京というか関東、関東だとそんなあんま景色見えないもんね。まあね、どこ行っても、うんまあ、ちょっとした町かちょっとした工場が見えるとかだけで、うん、いやね、気持ちね、北海道意外と高速なんてって思ってたけど、うん、前に私がツーリングで来た時はもう8、9年前、その時はこんなに高速道路つながってなくて、うん、ただ夕べの、まあ、前に来た時は高速道路あんまりつながってなくて、うん、であと北海道ツーリングといえばやっぱり下道をこうね延々走るのが王道みたいな感覚があったんだけど、うんまあ、今回できるだけちょっと移動距離が稼ぎたかったのと、うん、まあタンデマーにとってもそのちょっと楽してもらおうかなっていうのがあって、うん、で前で高速道路だいぶ200キロぐらい走ったかな、高速道路を200キロぐらい走って、うん、でも全然退屈とかしないしないしないね、うん、よかったですね。まあ途中霧があったり霧雨になったりいきなり晴れたり、あそれはそれででも北海道の醍醐味なのかなっていう楽しみ方できたよね。ですね、うん、ただ俺が一つだけ舐めしたのは服装ね。オーバーオールに革ジャン1枚、まあ、中は T シャツ、あ霧雨の中は激寒だなやっぱ。あ、うん、これはやっぱオーバーオールもねちょっとこうダボっとしたタイプの、うん、そうそうそう、で風にねバタ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 なっちゃうし、うんうん、やっぱりオートバイに乗る服装っていうのはある意味あの
真冬の格好、うん、に近い方がいいんだなっていうのは学んだな、ね、うん、今回のツーリングで初めは30度ぐらいあったような感じだったが、うん、途中から22、3度とかなって最終的に 10度近くだよね。14、5度、うん、あれは寒いわ、うん、やっぱり20度ぐらいになってきたらね、うん、ある程度着込まないと、うん、だし、まあ、ちょっとダサいかなと思ってもやっぱバイク用 のウェアってよくできてて本当だね、うん、私の今回 のアレスタイチの上着なんていうのは、うん、あれはちゃんとウォータープルーフになってるんで、うん、ちょっとした雨だったらもうそのままいけちゃうという、うん、で高速道路降りてからが修行だったわけなんですけど、そうね、ずっと実は霧雨というかところどころ雨も降っちゃって、うん、どうでした、もう初タンデムでちょっとあのシチュエーションがかわいそうだなと思って運転してたんだけど、いや全然かわいそうじゃないけど、まあほら薄暗くなってきてなおかつノームだと前が全く見えないのは怖いし、うん、まあ運転する人も不安だろうなと思いながらは乗ってたけどね、うん、怖くなかったですか。うん、怖くはないけどね、俺が怖いのは鹿だけだから。鹿ね鹿が怖い。北海道はねよく出るってでも、まあ、今回見なかった、見てないね、たまたま、まだね、うん、いないわけがないんだけど、うん、クマ出没が7月27日とかって出てたりでしたね。ね、うん、そっかそっか。いやなんかでその霧雨というか霧の中ね、もう視界一番ひどいところはもう時速20キロ以下みたいなぐらいしか運転できないような状況だったんだけど、うん、だいたい昔の自分だったらとか一人で走ってたら、うん、腹が立ってくる、そういうシチュエーション。まあ孤独だとねそう、うん、でつまりなんでこうなるのは分かってるのにどうして私こう判断を誤ったんだろうって、うん、こう自分に腹立ってくるとかね、そういうイライラしながら運転するんだけど、うん、タンデムして気が分かったのはなんか後ろに乗せている人に対して申し訳ないって気持ちが先に立ったっていうのはちょっと自分で発見で、うん、なんかねちょっと優しくなれる運転が。まあでもいいんじゃないの、責任感が、うん、まあ、強いことは素晴らしいことだけど強すぎると自分にの心に負担になるからな、うん、いや優しいのはありがたいことだけどうん、うんうん、まあでも2人だからそんな不安じゃないし、そうなんですね。私結構ちょっと運転すると攻撃的になるっていうのがいつも自分に対する反省点で、うん、でもね、霧の中走って自分に腹が立つかもっていうところも、うん、それの一環だと思うんだけど、こんなに私優しくなれるんだっていうねちゃんと思いやれる気持ちがあったんだと思って、うん、そこは本当ね再発見でした。まあ丸くなったんじゃないの。そうかしら。いろんな意味で。いろんな意味で。まあね、だからこれ、うん、タンデムでツーリングしてみようっていうのも、うん、なんかある意味自分に対するチャレンジだし、うん、いやそれは小森さんにとってもそうだと思うけど。もちろん。でもさ、超能力者じゃないんだから霧雨とかそんなの読めないよ誰だって。まあね、うん、でまあ結果たどり着いた先がとても素敵な場所で、ね、湖畔のね素晴らしいね木立の中のなんだかいいとこに来れたってことで、うん、じゃあそんな感じでどうですかこれからバイクって。あ、でもバイクそういえば乗ったことないわけじゃないですね、うん、高校生の時ね、うん、高校18ぐらいの時まで原付に乗ってたことがあるけど。あ、免許取ってね、うん、そうそう、新聞配達したりね、うんうん、ギア付きも一応乗ったりしたの。友達のね、あ、だクラッチだのギア変速、うん、やり方は分かるけど、うんうんうん、乗ったことあるし、うん、ただやっぱり900R なんて目の当たりにしちゃうとこんなの運転できる気がしないってそう、うん、思う。でかいし重いし
ほらよく大きい方が安定してるんだよとか安全なんだよって言うけど、まあそうなのかどうかは知らないけど、うん、まあ圧倒されるな、 あの迫力には、うん、でもね、一回あのまたがって見たら、うん、足もベタ好きだし、ベタ好きっていうか、まあ、もちろんつくけどつくけど、うん、重いねやっぱ。まあまあまあ重いですね、うん、まあ、荷物も満載だし、うん、でもどうですか、免許これから取ってみたいなんて。取ってみたいって思わないわけないべ。おお、うん、考えてみようかな。考えてみる、うん、原付から。原付から原付から、うん、まあまあまあ普通でいいからでも、うん、ぜひこちらの世界へ、ね、ようこそ。乗ってみたいな、うん、やっぱほら通りすがりのライダーたちとピースすることも、ああピースサインの、そうだそうだ、もう覚えたし、覚えたし、あれいいね、あれね、あ、なんか気持ちがいいね。これ今回みんな ね、みんなあのこちらからするからとかじゃなくて、本当自然にみんなね、うん、ピースし合ってて、うん、またなんかちょっと北海道ツーリングはいい感じになって。そう、最初乗り始めの頃は、いや片手上げられねえよって思う、少し怖くてね。そっかそっか、うん、あ、半分くらいから余裕になってきたけどね、うん、ねえ、これは楽しい、確かに楽しい、うん、だから後ろに乗るタンデムっていうのか、うんうん、タンデムでもオートバイの魅力とかツーリングの魅力とかは結構味わえるもんなんだなと思ったけど、うん、あとあの子供たち乗せたバスになんか追い越されてね、うん、あれもなんかでも子供たちが私たちのことをじっと見てるから、うん、試しにこうピースしたり手振ったりしたらもうみんなね超盛り上がってたバスの中で牛みんな私たちのことを後ろにわーって来てわーって手振ってくれて、いや俺は、うん、ガキはいいやって思ってたけど、なんでユッキーは盛り上がってたの一人で手振って。いや子供たちもね、だからちょっと喜んだから全員大騒ぎしたな、バスの中で。いやこれでだからバイクって楽しそうだなって思わせておいて、うん、そうで未来のねライダーにこちらの世界へこう引き込む、うん、確かにね、まあ、あの俺たちのっていうか俺たちの姿をあのバスの中から眺めてて、そっか大きくなったらオートバイに乗ろうって思うよな、もうかもしれない、うん、こう脳裏にね。だから決してこうああいう感じ高速道路で私たちがもうちょっと風も強かったし、うん、ゆっくり走ってたら、まあ、どう見ても危ない人たちには見えない、うん、そうだよね、から、うん、ね、そう悪い人たちにも多分見えないと思うし、安全運転もしてるもんね。そうそうそう、ね、うん、やっぱりこう世の中 の、 あの表面的なバイクに対する見方っていうのは、うん、なんか危ないとかね、怖いとかね、うん、なんかでもそういうイメージをこう、ね、ツーリングで払拭できるんだったらどんどんしたらいいし。確かに、うん、うん、そうそう、じゃあ子供に夢を与えて走ってきたんだね。いやいやいや、すごいかっこいい方言い方するけど、うん、まあまあまあそうだといいですね、うん、じゃあそんな感じで、うん、また次回があるのかどうか知らないですけど、うん、あって次は2台になるのかな。うん、それもまたタンデム、それも楽しいけどタンデムの魅力にも引き込まれてるかもしれないしな。うん、いいな。だ下手にあの免許取って先に自分が運転しちゃうと逆にタンデムなんか絶対嫌だっていう人は意外と多いんだけど、うん、そこが入り口っていうのもいいかもしれないね。じゃあ俺が免許取ったらユッキーを後ろに乗っけてやるよ。1年後ですよ、知ってる。あの初心者運転免許期間はタンデムできない。怖いよ後ろ止まってる時はブラブラしちゃダメなんだよ。いや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 大
丈夫ちゃんとおとなしくしてなきゃダメだよ。大丈夫だよまあ、乗っけてあげるから。いや、なんかいやあのお断り申し上げますそこは楽しいよ、高速を後ろから眺めるのも。いや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 、あの本当にいいんでじゃあ ぜひまたあの次回会ったら、うん、どこかで楽しく、うん、いや本当今回はどうもありがとう。ツーリングしましょう、うん、感謝します。こちらこそありがとうございます。ありがとうこんなところで、うん、いっぱい喋った、すげえ喋った。